今回ですね、eBay 輸出に特化した動画を撮っていきたいと思います。マインド系の話になるんですけども、悩みをですね、多分解決される方も出てくるかなっていう動画になりますね。で、僕は2013年に eBay のアカウントを作って、で、かれこれもう2021年なんで8年目ですかね。7、8年やってるんですけど、例えば7、8年間ですね、物販ビジネスを副業、今は本業っていうもうカテゴリーが自分の中にはないので、普通に物販のビジネス、一つの収入の柱ですね。一本の柱としてビジネスをやってるわけで、他にもたくさんの柱があって、その中の一本の柱が、eBay 輸出になるんですよ。eBay 輸出っていうのは、日本のものを海外に輸出、eBay っていうプラットフォームを使って、輸出するっていう、そういったビジネス、その価格差っていうのを、取っていくビジネスですよね。だから、こう聞くと、なんか、難しそうじゃないですか。大きそうじゃないですか。日本のものは海外にビジネスで輸出して、価格差をとって、日本のものを海外に発送するのって考える人って多分いると思うんですけど、やってることって駄菓子屋と一緒なんですよ。駄菓子屋さんとかパン屋さんとか、あとは、お店、ラーメン屋さんとか、文房具屋さんでもいいですし、全部一緒なんですよ、ビジネスって。ただ、単純に、安く買って高く売るだけなんですよ。こういったビジネスっていうのは、メルカリとか、ヤフオクとかアマゾンとか楽天で稼いでる人も、例えば店舗を構えてる人も、オンライン、オフラインでやってるビジネスの方も、もう原理原則をたどると、安く買って高く売るだけのビジネスなんですよ。ビジネスモデルなんですよ。だから、なんか eBay 輸出って難しそうって思うかもしれないんですけど、すっごく単純なんですよ。ただ、日本のものをですね、安く買って、世界中の人に高く売るだけなんですよ。で、このビジネスをですね、やるにあたって、やっぱり日本に生まれたメリットっていうのがめちゃくちゃあるので、その日本に生まれたメリットと、やっぱりですね、今アカウントを作ったばっかりとか、例えば1年前に作ったけど何もやってないとか、例えば今何を売っていいか悩んでる、人っていうのはやっぱ世の中っていうか日本にたくさんいらっしゃると思うので、やっぱりですね、一つでもヒントになればっていう形で、やっぱこう動画を撮ってるわけですね。やっぱり7年間やってる、独学で完全一人で7年間、8年間やってるプレイヤーっていうのも多分そうそういないと思うので、その辺は、やっぱり経験は多いですね。完全一人でやってきましたし。で、いろんな商品ほんと売ってきたんで、だからその辺の経験はやっぱり多いかなって思うので、伝えられる部分もあるかなって感じですね。じゃあまずですね、最初にですね、日本に生まれたメリットっていうのを、話すと、要は日本ってもう世界中に愛されてるんですよ、実は結構。日本人好きな外国人の方ってめちゃくちゃたくさんいるんですよ。秋葉原とか行くと外国人の方がたくさんいらっしゃって、お買い物をしてたりとか、池袋とか、渋谷とか新宿とか行っても、なんか、いろいろ買ってるじゃないですか。で、なんかアニメ系が人気あるような、イメージもあると思うんですけど、やっぱ中にはドラッグストアとか、ドンキホーテ行ってたくさん爆買いしてってる人たちもたくさんいるので、要は日本のもの全体的に、もう、人気なんですよ。日本のことが。要は日本に生まれたことっていうのがそもそもメリットなんです。で、これ聞いてる人ってほとんど日本に生まれて、で日本で育って、多分日本人の方が99%、多分 100% だと思うので、ぶっちゃけ言うとそれだけで、世界の人に比べたら、勝ち組なんですよ。要は今、世界でもやっぱり水が飲めない地域とか、電気が通ってない地域とか、インフラが通ってない地域なんて、めちゃくちゃたくさんあるわけじゃないですか。でも日本だともう餓死することもないですし、その生活保護とか、そういった、セーフティーネットがたくさんあったりとか、インフラも整ってて、で、インターネットも整ってて、発送だってどこでもできたりとかできるので、で、情報も集め放題じゃないですか、今無料で。YouTube、ブログとかで。ぶっちゃけ言うと日本に生まれたこと時点で、もう勝ち組なんですよ。世界から見たら。で、その世界から見たときに日本の商品っていうのが、またこれが勝ち組になっちゃうんですよ。日本の商品って例えば今だとダイソーとか100均とかすごく人気じゃないですか。よくテレビで出ますよね。本当に日本の商品、日本の商品っていうか日本が発信しているものってすごく人気なんですよ。で、高くやっぱ売れるんですよ。で、まずですね、日本で生まれたメリットを生かすために、フィールドを履き違えないっていうことがすごい大事で、例えば、世の中には楽天セドリとか、なんかいろんなセドリたくさんあると思うんですけど、日本のものを日本人に売ったとしても、そんなに利益って出ないんですよ。レバレッジがかかんないんですよ。なんでかって言ったら、日本のものを日本人に売っても、購入者側っていうのは、本当は自分で探せば、もっと安いとこで購入できてるわけなんですよ。例えば、そうですよね。普通に考えたら。だって、仕入れしてる側も日本で買ってて、で、購入者側もその人から買ってるってことは、で、仕入れしてる販売者は利益が出てるってことは、購入者の方はやっぱり高く買わされてるってことになるんですよ。でですね、今後ですね、やっぱり価格 .com みたいなサイトとかが多分出てくると思うんですよ。もっとでかいの。なんか一発で最安値を探すみたいな。例えば今だと旅館とかホテルとか、鳥箱とか、いろいろあるじゃないですか。エクスペディアとか。そんな感じで、この商品を最安値を探すサイトとかっていうのは絶対出てくると思うんですよ。例えば楽天、アマゾン、あとは、ヤフーショッピングとか、ペイペイショッピングとかなんかありますよね。そういうのはですね、一括で、今でも探せるサイトってあるんですけど、多分もっと大きく出てきたら、やっぱり国内から国内の需要ってどんどん厳しくなってくると思うんですよ。そもそもパイが少ないんですよ。なんでかって言ったら、世界中の人口って今めちゃくちゃ爆発的に増えてるんですよ。でも日本は、世界で見ても爆発的に人口って下がってるんですよ。そもそもどんどんパイが少なくなってきて、なおかつ日本って今不景気じゃないですか。でも世界ってやっぱお金持ちの方たくさんいるんですよ。なのでパイを見た時に、国内から国内でビジネスをするよりも、国内から、海外に発信してた方が絶対レバレッジが効くんですよ、そもそも。で、しかも国内から国内だとライバルがたくさんいるかもしれないんですけど、国内から海外にやることによって、英語っていうですね、ハードルがあったりとか、海外に発送するハードルがあったりとか、いろんなハードルっていうのがあるんです。慣れちゃえばこんなハードルへでもないんですけども、やっぱり初めて見る方だと、ハードル高いから、なんか国内でやりたいなっていう方がたくさんいると思うので、だからここのハードルを、飛び越えて、国内から海外にやった方がレバレッジも効いて、なおかつ希少性になるので、ライバルがいなくなるんですよ。そうすると絶対海外に発信したり、海外に売った方がいいじゃないですか。なので、海外にやっていくんですよ。国内で例えば、何千万人、何百万人の人が、メルカリ、よくぶっちゃけ言うと、メルカリ見るじゃないですか。ヤフオクとかを。あれって、例えば、ヤフーショッピングとかアマゾンとかって、企業が出してる場合が多いので、B が出してるんですよ、ビジネスが。要は企業が出してて、企業っていうのは、ある程度ですね、商品っていうのが、もう決められてるんですよ。平均的に。しかしですね、C ですね、カスタマーですね、C。C っていうのは、一個人ですね。一個人が出せるフリーマーケットアプリ。例えばヤフオク、メルカリ、ペイペイフリマとか、ラクマとか、今 CM でたくさんやってますよね。で、あれをバーって見ると、なんでこんなに安く出すんだろうな、みたいな。この商品海外に売ってればもっと高く売れるのに、もったいないなって思うことってめちゃくちゃあるじゃないですか。それって、知識がないから、やっぱり国内で売っちゃってるんですよ。だって、1000円で1000円で買った商品、自分の商品が、もうこれいらないやってなった時に、メルカリだと1500円で売れてる履歴があって、でもメルカリしか知らない知識だと、メルカリで出しちゃうじゃないですか。もう不用品販売だから100円でも稼げればいいや、みたいな感じになっちゃってる人が、やっぱり、5万といるわけじゃないですか。でも、蓋を開けてみると、海外とかもっと大きな目で、マクロからミクロの視点で見ると、海外だとその商品が例えば5000円で売れてる履歴があるかもしれないじゃないですか。ぶっちゃけ言うと、こんなケースってゴロゴロしてるんですよ。こんな商品メルカリで売って、こんだけしかなんないのに、本当もったいないなって思うことがめちゃくちゃあって、だから視点っていうのを世界に向けて知識が増えるとだけで、1000円のものがメルカリだと1500円で売れる市場が、海外に目を向けることによって1000円が5000円に化けることっていうのが本当にたくさんあるんですよ。なので、それは日本に生まれたメリットっていうのを最大限に生かすことによって、メルカリよりもたくさん稼げるっていうことが本当にできるんですよ。まあこれがメリットですね、日本に生まれた。あとは勉強し放題ですね。例えばもう今回 eBay 輸出なので、eBay 輸出稼ぎ方とか eBay とかいろいろ調べると、いくらでもブログとか YouTube 出てくるじゃないですか。だからそういう情報っていうのはゴロゴロ落ちてるので、勉強し放題なんですよ、今の時代って。っていうことはやるかやらないかじゃないですか。だからハードルなんて簡単にクリアできるんですよ。eBay だったら例えば出品方法がわからないって言ったら別に検索すれば出ますし、発送方法わからないって言ったら検索すれば出ますし、全部検索すれば出るんですよ。でも、やらないってことは、ただ自分がやってないだけなんですよ。チャレンジしてないだけなんですよ。やっぱり自分の可能性に蓋を閉めてるだけなんですよ、それだと。だから、1年経っても2年経っても、今の状況が変わらないっていう形になっちゃうので、要は日本だと本当に逆転できる国なんですよ。一個人が逆転できる国って多分世界中で見ても限られてると思うんですけど、その中の一つが絶対に日本入ってますので、本当に逆転できる国なんですよ、ここって。だからせっかくそこの逆転できる国に生まれたら、あとはもう勉強して知識を蓄えて、チャレンジして、失敗して、チャレンジして失敗して、で、10個チャレンジして1個でも当たればいいわけなんですよ。だって死ぬわけじゃないんで。死ぬこと以外稼ぎ傷みたいなよく言葉あるじゃないですか。死ぬことはないんで、チャレンジしまくって、その一つの成功っていうのを、取りに行けばいいんじゃないかなって思いますね。だから逆転できる国に生まれたメリットっていうのを最大限に生かしたときに、そういったところで見ると本当に日本っていい国だなって思いますよね。で、メリットはですね、やっぱり日本のものは海外に需要があるっていうことと、あとですね、結局今何を売っていいかわからない、悩んでる人ってたくさんいると思うんですけど、これもですね、考え方によって変わってきて、そもそもここだと何売っていいかっていうのは、要はテクニックになるじゃないですか。テクニックよりもマインドの方が最初は僕は大事だなと思ってて、マインドから結構話していくと、ぶっちゃけ言うと日本のものって海外の人に何売っても売れるんですよ。なんでかって言ったら、日本って世界中から愛されてて、でしかも海外に向けることによって顧客数が圧倒的に倍増して、でなおかつ日本の質のいい商品とか日本のオリジナル商品とかって結局何売っても結構売れるんですよ。まあ、例えば僕の例だとコンビニ行ってなんかおもちゃみたいなのがついてたんですよ、ペットボトルに。それを試しに、別に売れてる履歴とかなかったんですけど、11ドルぐらいで出品したら3日ぐらいで売れたとか、本当にこういうケースなんですよ。そうなんですよ。まあ、ぶっちぎり言うと、昔、1年、2年ぐらい前ですかね。まあ、暴露すると、ミッフィーの、ストラップみたいのがついたやつがあって、コンビニかスーパーか忘れましたけど、よくあるじゃないですか。おまけ付きみたいな。で、それを海外に出したら3日とか4日ぐらいで売れて、まあこういうことだよなっていうのが自分の中で思ったんですけど、まさにそういうことなんですよ。何言っても実は結構売れるんですよ、海外に。別に仕入れしなくてもいいんですよ。究極言うと家にあるもので100品ぐらいだったら絶対探せば売れるものってあるんですよ。なんでかっていうと、何言ってもいいんですよ。例えば100品をこう逆算して考えると、そうですね、100品だから、まあ、例えばゲームとか、昔やってたゲーム、いらないゲーム売ったりとか、あと本とか雑誌とかも売れるんですよ、実は。あと、例えば子供がいらっしゃる方だったら、子供のおもちゃとか、人形とか、ソフビとか、あとは、絵本とか、あとは勉強のドリルとか、あと教科書も多分売れると思いますよ。多分ですけど。あとは、赤ちゃんとかだったら、なんか靴下とか、例えば新品で買った服とか、あと財布とか、ネックレスとか指輪とか、あと釣り具とか、例えば釣り具とか、その趣味のものですよね。キャンプ用品とか、食器とかの食器とか、キッチン用品とか。で、小さいもので言うと、万年筆とか売れると思いますよね。あ、時計とかも売れると、G-SHOCK とか売れると思いますよね。セイコーとか。あと、靴とかも売れると思いますよね。もちろん。も売れると思いますし、あ、漫画売れますよね。漫画も売れますよね。ジャンプとかも売れるんですよ、実は。ジャンプとかヤンマガとかヤンジャンとかも売れますし、そういうのも売れるんですよ。あともう、機械とかも売れますよね。機械。ガジェットとか機械とか。あとは昔のなんか人形とか。まあ、例えばですね、東京っていうかまあ、実家暮らしの方だったら、意外に押し入れとか開けてみると、昔のものってめちゃくちゃあると思うんですよ。うちはめちゃくちゃありますね。男3兄弟だったんで。でも探せば余裕で100品、200品、300品って埋もれてると思うんですよ。人形とか、人形、おもちゃもそうですし、別にこれ壊れててもいいんですよ。落書きされててもいいんですよ。なんでかって言ったら、売れるんですよ、普通に。傷とかあっても、落書きされてても、壊れてても。で、そういったものを100品、200品かき集めて、不用品販売として売ってみる。で、本当のビジネスだったら、まあ、日本で売るじゃないですか。メルカリとかで不用品っていうのは、これをあえて eBay で売ってみて、メルカリの値段の 1.5 倍から、例えば5倍ぐらいの値段で出品してみると。いうことをすると、意外に売れたりするんですよ。で、これも、考え方、マインド系なんですけど、最近よくテレビでですね、これ本当にあるあるで、家にあるいらないものを、メルカリで販売してみたっていうテレビよくやってるじゃないですか。まさにあれが答えなんですよ。あれだけ日本の市場で売れてる、バンバン売れてるじゃないですか、見てると。なんかあれはですね、要は、海外向けに意外に出品してみたら、意外に売れたりするんですよ。そう。なので、家にある不要品をですね、売りまくるっていうのはすごくありで、要は売りまくると、やり方がまずわかるじゃないですか。出品方法とか、売れたら発送方法、顧客対応、メールの返し方。あと、ここはもう普通のことなんですけど、一番大事なことって、そのサイトに慣れることなんですよ。出品とか、今日はいくつウォッチが入ってるかなとか、今日はメッセージ来てるなっていうと、それが今度習慣化になるんですよ。要は、1日1回、1日10分でも20分でも eBay っていうサイトに触れることになるんですよ。そうすると、どんどんそのサイトに、触れることによって、やることっていう、サイトの構造ですよね。ここを押せばここになるとか。あ、ここで返信するんだとか、あ、ここを見ればいいんだなっていう知識がどんどん増えていくと、もう当たり前のようにそのサイトを使えるようになるんですよ。これがまさに習慣化なんですよ。で、その習慣化にたどり着くまでは、絶対に最初の01っていうのを達成しないといけないので、だからこそ家にある不要品でも何でもいいので、とにかく出品してみるっていうことがすごい大事ですね。まあ、例えば実家暮らしじゃない方だったら、実家に電話して、あのゲームまだ家にあるとか、あの人形まだ家にあるとか、あの絵本あるとか、図鑑とかも売れると思いますよ。図鑑あるとか。で、例えば、帰省した時に、段ボール持ってって、まあ、100個200個ぐらい大量に、要は家に持って帰って、そこで出品してみるとか。ほんとそういうことをやってって、コツコツ習慣化することによって、やっぱりハードルっていうのはどんどん下がっていくので、だからこそ慣れる必要があるんですよ。そう。なので、最初から例えば、なんか50万稼ぎたいですとか100万稼ぎたいですって思う方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、本当はそこじゃなくて、慣れることからが本当に重要なんですよ。慣れるっていうことは、本当に一日そのサイトにどれだけ向き合ってるかとか、そのサイトをどれだけ関連してるかとか、そういったことっていうのはすごい大事なんですよ。そう。で、やっぱりあとはですね、出品してみると意外に何でも本当に売れるんですよ。そもそも母数が違うのと、要は日本っていうだけでブランドなんですよ。日本人から商品を買うっていうこともブランドなんですよ。海外からすると。それぐらいの価値っていうのが結構あって、まあだから例えば、セブンイレブン行って、そうですね、コンビニ行って、なんか、お菓子についてるシールを500円で売ってみたら売れたとか、まさにこれぐらいのレベルなんですよ。物を買うっていうことに関しては。これぐらいで売れる可能性も全然あるんですよ。ビックリマンチョコ買い行くじゃないですか。コンビニに何かとコラボしてますよね。最近、鬼滅の刃とビックリマンチョココラボしてたりとか。それをたまたま1個100円で買って、で、練習がてらに1つ500円ぐらいで出品してみるとか、これでいいと思うんですよ、最初は。悩んでる時間っていうのは、要は、やらないとプラスにはならないんですよ。それで僕がやっぱり最終的にはやっぱりそこでとにかく500品ぐらいやってみるんですよ。今確か200品ぐらい無料で出せるじゃないですか。忘れましたけど。何百品かコロナで。だから、まあ最低でも300から500品ぐらい実際に出してみて、そこでそのサイトに慣れて習慣化して、で、売れるようにどんどんなっていくってことがすごい大事かなってやっぱり思いますね。だから何売ってるか分かんないっていう人は、ぶっちゃけ言うと何売っても売れるんですよ。それがまさに今テレビでよくやってる家の不要品を売ってみたっていうマインドになるんですよ。で、やっていけば何かしらどんどんつかめていくんですよ。不要品を例えば300本売った時に、絶対に売れ筋が出てくるんですよ。その中から。これ間違いなく出てくるんですよ。300個商品を売って、例えば、この商品よく売れるなっていう商品が絶対出てくるじゃないですか。このジャンルよく売れるなって。じゃあそのジャンルを今度メルカリとかフリマとか、あとはフリーマーケットですよね。あとはリサイクルショップとかで、あとはまあ普通にイオンとか、まあどこでもいいんですけど、ブックオフとか、そういうので同じ商品の派閥、要は同じ商品のグループっていうのを買ってきて、でそれを自分の得意なジャンルとしてやっていけばいいだけなんですよ。だからやっぱり最初は300個とかやって、家にある不要品とかでもいいんで、まあかき集めたり、あと友達とかでもらうのめちゃくちゃありですね。友達とか親戚の方とか、あと会社員の方であれば上司とか部下の方からなんかいらないものあったらちょうだいみたいな。全然ありですね。あとおばあちゃん家とかおじいちゃん家行って、なんか昔のものもめちゃくちゃ売れるんですよ。eBay って。だから昔の、そうですね、なんか鈴とか、風鈴とかでも売れると思いますし、なんか箸とかも売れると思いますし、なんか昔の日本のもの、なんですかね、かんざしとかですか。かんざしが昔すぎるか。まあ、とにかく売れるわけなんですよ、要は。まあ、日本の例えばなんか、松ぼっくりを売ると、いや、メルカリで売れるみたいな。シーグラスを売ると売れるみたいな。流木をメルカリで売ると売れるみたいな。あれぐらいのレベルなんですよ。簡単に言うと。で、そこで300個とか500個出すと、売れ筋のジャンルっていうのがある程度見えてくるので、そこでもし利益が出るようであれば、そのジャンルっていうのを、やっぱ仕入れちゃえばいいわけなんですよ。ただ本当にこれだけなんですよ。で、チャレンジして商品を売ってデータを取ってフィードバックを得て、で、そこに光があるんだったら、その光を、まあ何倍とか何十倍にも大きくする。この大きくする行為っていうのがまさに出品数っていう考えなんですよ。だから売れてる商品、売れてる履歴、まあ例えば1000円でも利益が出たら、まあ、その商品の、まあ派生してるジャンルのものを例えば100個ぐらいやって、出品してみるとか、そこでまたデータを取ってみるとか、もうこれしかないと思いますね。今悩んでるって方は、要は悩んでるってことは、チャレンジしてないっていうことにやっぱりなるので、そのチャレンジどんどんしていくと、やっぱりチャレンジしないと良かったものか悪かったものかっていうフィードバックっていうのがもらえないんですよ。何事もチャレンジしたからこそ、フィードバックがもらえて、それがいいことであれば続けるし、悪いことだ、良くなかったことだったら、それは良くなかったっていうことでもうやらなければいいだけなんですよ。自分の人生においてそれはもうやらなければいいだけなんですよ。僕だったら昔FX の自動売買ツール買って、そうっすね。自分が悪かったんですけど、そこで多分70から100万円ぐらいやっぱり損したこともありますので、それは、確かにダメなことですし、失敗にはなるんですけど、逆を返すと一生自分の人生において、もうそういったことはやらないっていうことを、肝に銘じれば、ある意味ですね、失敗ではなくて経験なんですよ、それは。高い授業料ですよね、ある意味。仮想通貨でビットコインパクられた時も、あれはちょっとパクられすぎましたけど、それもやっぱり授業料なんですよ。だから今まで人ってたくさん失敗めちゃくちゃしてきたと思うんですけど、それをネガティブで捉えないで、あれは失敗ではなくて一つの経験だっていう形でポジティブで捉えると、ストレスとかがやっぱなくなるんですよ。過去のストレスって覚えてても意味がないじゃないですか。負でしかないじゃないですか。だからこそ、過去のストレスっていうのは失敗ではなくて一つの経験だと捉えて、この経験っていうのがやっぱり多い人ほどやっぱり成功する確率っていうのは高くなっていくと思うので、僕は経験をたくさんしといた方がいいなとは思いますね。なのでまとめると、とにかく日本に生まれたメリットを生かすと。で、とにかく、そのやり方に触れるってことが大事ですね。とにかく手を動かすとか、そのサイトに触れるとか、eBay に触れるとか、とにかく出品してみるとか、こういうことをやって経験を積んでいくと、おのずと自分が何をやっていいかっていうのがどんどん見えてくるので、これもまさに経験値が増えたから見える世界っていうのが絶対にあると思うので、ぜひやってみてください。じゃあ、そうですね。頑張ってください。じゃあ、失礼します。